動画作ったんだよな俺。俺コップ作ってんだよな。え？これはちょっと間違えるとまずいんじゃないですかね。そういうプレッシャーかけてやめてください。明日天気になれ。クイズで勝負。ナチュラルハイを一番愛しているのは誰だ。イエイ。そんなもん俺が決まってるか。どうかな。はい、今回の企画はですね、はい、ナチュラルハイ北見店にまつわるさまざまなクイズを出題します。はい。お店を一番理解して、そして愛しているおっさんは誰だと。なるほどね。おっさん言うな。ということで、はい、計6問、はい、あのスタッフさんにご協力いただきまして、はい、あの皆さん答えれるはずと、全問正解、全員が全問正解と答えれるはずというご回答をいただいております。はい、そりゃそうでしょう。まあまあ自信はありますよね。はい、うん、ということでナチュラルハイ決定戦です、はいはいはい、行いたいと思います。はい、早速ですね、あのこれから質問をするんですが、お手元にお渡ししているホワイトボードに答えをご記入いただきたいと思います、うんうん、はい、これ一番負けた人なんかとかないですか。どうされたいです。あれじゃない、デコピンじゃない。痛そうだね。うちの工場からのデコピンで、若いデコピンが。早速では、はい、クイズの方に移らせていただきます。はい、第1問、スタッフさんについてのクイズ。はい、福岡恵美さんの旧姓は渡辺ですが、雪田めぐみさんの旧姓は何でしょうか。シンキングタイム30秒です。ちょっと悩んでる方がいらっしゃいますね。え？あら、早速1問目から、あ、すっごいド忘れして、3、2、1、おしまいです。あ、やべえ、全然わかんなかった。違う気がする。おっと、1問目からつまずく可能性が出てきましたが、自信のほどは多分大丈夫だと思う。ちょっと顔色悪くなってきましたが、お二人。あのね、結構飲んだんだよね。うん、事前にですね。そう、だいぶ飲んじゃったもんな。言い訳って。ね、はい、はい。ああ、まあまあまあ、ちょっと今聞かなかったことにして。ここは使ってよ。それでは、一斉に回答の方、はい、お願いします。はい、せーの。はい、おお、皆さん同じご回答ということで。お、佐藤さんで一致してますね、はい、すごいシュガーって書いてますけど、シュガーが間違いなんじゃないかな。そこ無理やり不正解にしようと、はい、正解は佐藤さんです。あ、危ねえ。これ全員正解でいいですか。皆さん全員正解。よかった。いや、そりゃですね、危ねえ。こんなこの序盤ではさすがに間違いないというか、うんうん、でも最初の問題でちょっと、うん、最初から結構しちゃいました。結構最初から結構だよね、はい、最初から結構すごい失礼なこと言ってるかもしれないですけど、うんうんうん、それでは、はい、第2問目、はい、次は手作りマルシェに関してのクイズです。はい、福岡さんの作家名はエミューですが、ですががもうなんか、川岸さんの作家名は何でしょうか。こちらですね、スタッフさんからのコメント、手作りマルシェにはみんなが関わっているので分かるはずと来てます。はい、それでは30秒お願いします。全然分かんない。動画作ったんだよな俺。俺コップ作ってんだよな。え、すごいですね、天内社長さすが、スラスラと。いや俺似顔絵描いてるだけだから。あれ。なんだっけ。すごいね、短い名前だったな、覚えてんだよな。3、2、1、終わりです。それでは回答をどうぞ。ごめんなさい、あの中村さんからいただいていいですか。はい、ご回答。わかりません、すみません。佐久間さん、はい、頭から3文字、はい、で、かわぎ。そんなわけねえだって。ないっすよ。好感度下がった。下がった。雑すぎるわな、これ、うん、では、エムフィーかな。かな。天内社長、はい、正解にします。あ、表記は合ってます、はい、読み方が
マフィーさん。タオル社長、2ポイントです。おお、やべえ、やべえ、ちょっとやべえかも。おっと、ちょっと思ってたよりスラスラ行く感じではなくなってきましたね。なかなかいい質問をスタッフさんにお作りいただいた形。いや、結構飲んだもんな。はい、いいわけね。10回ぐらい飲んだ。次、第3問、はい。スタッフさんの愛用品に関するクイズです。はい、川岸さんが、はい、ナチュラルハイで、はい、リピートしている愛用品は何でしょう。こちらは社長が撮影して YouTube にもアップされていますとのことです。あ、これちょっとわかるかもしれない。30秒です。これちょっと売り場見たいんだけどこれはね、これはちょっとわかるかも。これはいけそうですか。いや、まあ、全然わかんない。10秒前です。3、2、1。はい、それでは回答の方お願いします。はいおお、では端からスチームクリーム。もう全然わかんない。はい、シカクリーム。シカクリーム、はい、シカクリーム。シカクリーム、正解はシカクリームです。よし、やべえ、でも差は埋められてない。クマさんの表記が正しいですね。シカクリーム全部正解、はい、すごい。マジか、すごい。では4問目ですが、これはちょっと間違えるとまずいんじゃないですかね。おい、プレッシャーかけてやめてください。これは間違えるとちょっとまずいかなと思われます、うん、はい、では第4問、はい、オープニングスタッフに関してのクイズです。はい、はい、ナチュラルハイのオープニングスタッフさんは、はい、今も働いている方が多いですが、はい、今から言うスタッフさんで一人だけオープニングスタッフじゃない方がいらっしゃいます。はいはいはい、はい、一体誰でしょうか。お、1番佐藤玲子さん、はい、2番山田優子さん、はい、3番堀畑千明さん、はい、4番福岡恵美さん。みんなオープニングじゃない。オープニングスタッフの方、ただ一人だけ違う方がいます。まあ4分の1だからなこれはちょっと間違えるとまずいかもしれない。でもね、ちょっとね、弁護するわけじゃないけど、はい、オープニングの時2人とも入ってないんだけどねそうなんですか。簡単な質問かもしれませんねというコメントをいただいて。いや、簡単そうかな、そうかな、うん、君たちから見たらそうかもしれないけど。3、2、1。はい、はい、それでは回答の方お願いします。はい、あ、分かりましたね。え、はい、どうぞ。確かに山田さん、はい、堀畑さん、はい、山田さん、はい、正解は2番の山田さんです。わやべえ、これ。ちなみにコメントもう一つ入ってまして、はいはい、意外に佐久間部長は知らないかもっていうコメントをいただいてます。うん、あ、知らないと思う。そうですね。引き溜めでもないしね。そうですね。そういうことなんですね。これはちょっとかわいそうだったかもしれないね。なるほど、なるほど。ちょっと待って、今ポイントで言うと、うん、ポイントで言うと、ぶっちぎりの1ですよね。はい。まあだからね、どっちが最下位かみたいな話ですよ、これは。なるほど。片方向って社長が全問正解ですね。うん、もう俺はもういなくてもいいかもしれない。じゃあ編集でなんか、うん、消す、うん、だって俺こっから全部間違ったって負けないからね。なんか盛り上がりかけるはい、では次の問題にいきます。スタッフさんの前職に関しての問題です。なるほどね、うん、はい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 。ナチュラルハイの覆面調査で接客に関していつも高評価をいただいているゆきたさん、うん、前職はどこで勤めていらっしゃったんでしょうか。これ結構有名だ。中村次長は分かるはずっていうコメントが来てますね。30秒です。早いすごく佐久間さん天を仰いでますけどなんか若干佐久間さんがはめられてるかもしれないかな。ちょっと待ってください。3、2、1。それでは回答の方お願いします。はい、
理由回答、中村さんお願いします。無印、無印、無印良品、はい、ミュージシャン無印ですね。無印、うん、渋谷系のミュージシャン結構特定される、はい、渋谷でやってらっしゃったから、うん、渋谷系みたいな、渋谷系のミュージシャン、はい、楽器は、うん、あ、まあボーカルですよ。あ、ボーカルです、うん、なるほど、うん、答えは無印良品です。惜しかったどこが話題にもよく出ていたのでみんなわかりそうですがというコメントもいただいてます。あ、確かに。最終問題です。お、最終問題は100点です。おお、今までが意味なくなる勝てるな。100点の必要ある。100点です。はい、はい、それではいきます。はい、スタッフさんに関する問題です。はい、はい、シンプル。川岸さんの飼っている柴犬の名前は何でしょうか。知るか。どう。でもすごいですね、書いてる。大喜利になってるよ。いやー、けど聞いたことあるんだよな、うん、もしかすると中村次長はわかるかなというコメントをいただいてます。いや、まあ、書きました、僕なりの。3、2、1、よろしいですか。それではご回答お願いします。はい、端からお願いします。豆ちゃん。はい、ザキヤマ。なんで芝で出てきたのがアンタッチャブルの柴田さんだったんでザキヤマかなと思いました。ザキヤマちゃん、はい、はい、はい、サガリってサガリですね。カルビか迷ったんですけど、多分川岸さんはサガリの方好きだと思う。うん正解は、うん、福ちゃん。知るか知るか知るか惜しくねえな、最後は。最後のボーナス問題は皆さん不正解ということで、残念ながら川岸さんの飼ってるワンちゃんはフちゃんでした。それ分かるかな、俺ら。分かってたらすごいっすね。すごいかも。ということで、はい、今回、ナチュラルハイを一番愛しているのはぶち切りでなんと真内社長と。あったかな。さすがですね。じゃなかったらやばいけど。まあ、確かにそれはそうかもしれない。以外をすべて。うん。最後はちょっときついよね。うん、むしろちょっと分かってたらやばいぐらいかもしれない。どういう関係みたいな。それはそれで怖いかもしれない。付き合ってんのかみたいな。ちょっとプライベート立ち入りすぎじゃないの。でもクイズ面白い。いや、面白かったっていうか、っていうかさ、俺らも出したいよな。まあ、出したいっす。出したいよな、スタッフにな。うん、うん、全部不正解だとどうします。誰も何も興味ないって、ね。はい、はい、ありがとうございます。どうもありがとうございました。私社長が G ということで、はい、また別のクイズがあるかもしれません。はい、その時までに事前予習を、はい、頑張ります。食べてください。はい、それではありがとうございました。ありがとうございました。それでは最下位の福間さんに、はい、エコピンお願いします。はい、いきます。はい、あ微妙だった。いきます、いきます。はい、わりと普通に言いたかった。ありがとうございます。ありがとうございました。次回はデコピンを使わないように皆さんスタッフさんのことを勉強してきてください。頑張ります。